16番のエクササイズですが、この16番のエクササイズはですね、スラーの書き方にいろんな種類があると、でその種類を一つ一つ勉強していくための、エクササイズです。一番最初の A というのはですね、2つの音にスラーがつながっている場合の弾き方、それからそれがない時の弾き方ですね、それをやっていこうと思います。まず第1小節、 A の第1小節のところですけど、これは普通にダウンアップです。これ、G はダウンボー、 S はアップボーという意味になりますけれども、これをつなげないようにしましょう。こういうふうに一つ一つがアーティキュレーションできるといいと思います。次、スラ、2つの音にスラがかかっています。こういう場合は普通スラのかかっている最後の音に向かってディミネートですねと消えていきます。でこの時にですね、弓を速く使わないで一定のスピードで動かしましょう。そして次の四分音符2つですけど、これアップダウンになってますが、ダウンボーになった時に強くならないようにしましょうか。つまりアップボーを少しついてあげるといいです。そして次がアップアップなので、先ほどのダウンダウンの逆になります。最初の音を少しついてあげましょう。あとはディミネンドしたりとか、はい、そしてその次の小節ですけど、一番最初の小節が切れていたので、次はつながってますね、スラが。なるべくスムースに移弦ができるように、そして弓順でいきます。アップダウンでアップついてあげて、ダウン弱く、そしてアップアップのスラです。そしてダウンアップで終わります。ここもアーティキュレーションつきましょう。そして次の小節はスラが2回続きますと2回続きます。でこの時に大事なのは、ファからドに向かってこういうふうに持っていかないようにしましょうか。アーティキュレーションして、そしてここは切れてますね。アーティキュレーションして、次のソド、これは滑らかに移動しましょう。そして次は最初の4つの四分音符が切れてますので、でここで大事なのは、アップとダウンの役割が逆になってます。ですのでそれをはっきり出してみましょう。アップでちょっとついてあげて、ダウン弱く、次のアップを強く、そして次スラーがかかっているので、やっぱりディミネンドです。ダウンアップでやっぱりディミネンド、そして次最初が切れて、次がスラーかかっています。となってますね。2小節目のところですけど、ドソからファミに移るときに、こういうふうに引っ張らないようにしましょう。必ずアーティキュレーションをつけましょう。というふうにできるといいと思います。今まで聞いていて分かったかもしれませんけども、アップとダウンが自分、その脅迫というのがありますよね。いわゆるそのクバンツが言っているように、4つの音が1小節の中にあった場合、同じ音階ですねがあった時に、1拍目、3拍目、2拍目、4拍目となります。そうするとこれはアップ棒になろうとダウン棒になろうと、その法則は変わらなくなるので、時々アップとダウンがひっくり返るところがありますよね、その2小節目の後半のところなんか特にそうですけど、それをそのままずっと曲の最後まで応用していく。つまりアップとダウンがひっくり返ったとしても、音としては常にダウンアップダウンアップ、つまり強拍裏拍強拍裏拍、表裏表裏を弾いていられるようにしましょう。これがその練習曲の目的となります。
ササイズはですね、3つの音が並んでます。3つの音にいかにしてスラーがつけてそのスラーをどう処理していくかということが大事なエクササイズになります。最初の小節はスラーがないので普通に弾きますけれども、この時もあまりとつなげるというよりは少しアーティキュレーション、そして1小節ごとにリメンバーしていきましょう。で、次の小節はアップ、そして GG なのでダウンダウンになりますね。そしたら最初のファの音の間に少しアーティキュレーション、そして下から上に向かってのアップジャトゥーラがかかるのでディミネードです。そしてその次が3つともスラーかかってますね。これは滑らかに。そして次の小節がダウンダウン。この時に大事なのはですね、3小節目から4小節目に向かってクレッシェンドがかからないということです。こういうふうにやらないで必ずディミネンドをかけて弾けるようにしましょう。そしてその次4小節目の最後がアップ棒なので軽く、そして次の5小節目ダウン棒をしっかり弾いていきます。で、次のアップアップはですね、アップジャトゥーラになるのでディミネンドですね。そしたら6小節目ですね。この6小節目が、全部ダウンの3つのスラーです。ですので、最初の音に重みをかけてあげて、最後に向かってディミネンドを抜けていきましょう。そして次がアップアップのスラーで、滑らかに、ディミネンドをかけて、そして最後のシの音は弱めに、そして、次のアップ棒を少しだけ出してあげます。ディミネンド。というふうに、つなげていけるといいと思います。後半も全く同じような練習の仕方ですけども、スラーがかかっているところ、スラーがかかっていないところ、しっかり、区別して練習できるようにしてみましょう。きまして、ここは4つの音にスラーがかかった場合の弓の使い方を練習します。もちろん4つだけではなくて2つもやりましたし3つもやりました。それが全部混在しているのがこの C というエクササイズです。最初のところは一応、全部切れてますね。1拍目、この時大事なのはですね、こうなったりとかあまりこういう風にならないようにすること、それからアップ棒とダウン棒がつながらない方がいいですね。こうなりやすいので少し2つ2つでも全体をディミネンド。次が4つのスラーです。ダウン棒ですね、4つ全部スラーでディミネンド書きましょう。次2つ2つです。アップ棒から始まるんですけど、これ少しアクセントです。ここは2つ2つのディミネンド。次もアップで2つでディミネンドです。アクセントなし。そして上のドダウンボですね、しっかり弾きましょう。ここはもうグループの最後の方なのでソフトに、そしてディミネンド。下のラを弾いてあげましょう。次のアップボです。ここでアーティキュレーション。アップを。そしてちょっとついて。
この時の最後のレの音ですけど、これだけ8分音符ですよね。こういうふうに持っていかないように、なるべく持っていかないようにしましょうか。で、後半です。これ、同じ音型が続いていますけども、弓が逆になってますね。アップボーから始まっています。ということはですね、アクセントが逆になりやすいんですね。こういうふうに、普通に弾くとこうなってしまうので、アップボーを意識しましょう。少しアップボーを意識して弾いてあげてください。そしてその次が、4つアップボーのツアーです。最初の音をしっかり弾いてあげましょう。そしてディミネンド。次が2つ2つ。前半はアップから始まりましたが、これはダウンから始まっていますので。というふうにやってあげましょう。次の12番目の音型ですけど、最初の2つの16分音符がスラーでダウン棒でつながっていますね。で、その後少しアーティキュレーションを開けて、3つ目の16分音符と4つ目の16分音符を1つにするんですけれども、その時に気をつけなければいけないのは、最後の16分音符が、下げ弓ダウン棒になるので、普通に弾いてしまうとアクセントがかかりやすくなると。それからその音が次の、13番目の組の音にこうつながりやすくなってしまう、だから引っ張ってしまうということになるので、それを気をつけて弓を動かすようにしましょう。そして次です。13個目のところですけど、アップから始まってますよね。これやっぱり前半と同じ。アーティキュレーションしてアップのスラー。そしてその次の3つのスラー。これ、キャラの側をしっかり弾いてあげましょう。14というところです。そしてアーティキュレーション。ここもアーティキュレーションですね。ミ。そして次の3つのスラーと分けてあげましょう。ダウンボウ分けてとできるようになるといいと思います。ここまで話してきたのはかなり、難しいというか、慣れないとなかなかできないですよね。こういう小さなことを少し、細かく細かくやっておくと、自分が何か曲を弾いたときに、このスラーはどういうふうにかかっているのかなとか、このスラーをどういうふうに処理したらその次がうまくアーティキュレーションできるんだろうかっていうことがよく分かってくると思うんですよね。で、それが一番顕著に分かるのは歌の人と一緒にやった時、歌詞は必ずこう切れているので、そういう時のための練習としてこのエクササイズ16番はとても大切なエクササイズだと思います。